ちは、みとこです。今回はパンドラハウスさんのワロマンボックスの、中のものをちょっと作ってみたいと思います。中に入っているレシピをちょっと再現してみようと思って、ワロマンリングチャームの方を作っていきたいと思います。使うものは、リングパーツ、あとお花柄とそれぞれ使っていきます。必要なものをハサミでちょっとくり抜いていくんですが、なんかハサミで傷ついちゃってところどころ色が剥げてしまって、ちょっと切るときに気をつけた方がいいかなと思いました。蝶のメタルパーツも使います。リングパーツの小さいものも使います。はい、今回は100均で購入した、シリコン、耐震マットですねを使っていきます。まず、色を作っていきます。色の方はカラーリングパウダーを使っていくんですけど、ラメがちょっと入ってる感じでキラキラした感じがあります。まず一つの色としてホワイト、レッド、ブルーと混ぜていきます。色の濃いものから作っていきます。ホワイトとレッドを混ぜて、ブルーもちょっと入れた方が良かったのかなと思いました。今考えてみれば、まあ結果的にはちゃんとできたのでいいかと思います。色の方はお好みで作っていっていいと思います。レシピの方では、20類の色を作っているんですけど、グラデーションをちょっと綺麗にしたいなと、まあ、なってるかどうか結果的に分かんないんですけど、グラデーションをつけたいなと思って、3種類の色を作っています。一応中間色を作っていたんですけど、ちょっと一番右端の 色がちょっと赤すぎたかなと。エンボスヒーターで気泡を抜きました。それでは色をのせていきます。紫っぽいものから上から順番に色をのせていきます。すごい、なんかパールがギラギラと入った感じになりますね。ホワイトというよりもパールカラーですね。3色ともパールカラーでしたね。でもすごく綺麗な感じに色が出ていると思います。中間色をのせていきます。Thank you.
境目をぼかしていきます。肉眼では結構馴染んでるかなと思ったんですけど、こう画像で見ると意外にそうでもないのかな、まあ、上からフィルムを載せるのでいいかなと思いました。はい、結構適当ですね。で、透明のレジン液を載せていきます。レジン液のせ終わったら、デザインパーツじゃないや、デザインフィルムですねの方を載せていきます。今回は本当にあのレシピに忠実に作っているのでオリジナリティも何にもありませんが、やっぱりプロが考えるデザインなので、下手くそな私が作っても結構綺麗に見えるように最終的には出来上がっています。順番に載せていきます。はい、もみじですね。で、腸のメタルパーツ、猫が腸にこう手を伸ばしてる感じのイメージでしょうかね。お花と何柄っていうんだろう、ちょっと柄の名前がわからないんですけども、デザインフィルムを順番に載せていきます。配置が終わったら、シェルパウダーを乗せていきます。なんですかね、この桜の花びらが舞うイメージかなとも思ったんですけど、でもモミジもあるので違いますね。まあ、ちょっとシェルパウダーなので、見る角度によってキラキラして可愛い感じになるんじゃないかなと思いました。すべてパーツを載せ終わったので硬化します。硬化が出来上がったんですけど、多少ちょっとボコボコしているのでちょっとぷっくりさせたかったので、一回多めに透明のレジンを一回ここで載せています。レシピではこの部分はないんですけども、レジン液を載せて硬化し終わったところです。で、裏返してみると、やっぱマスキングテープに比べると結構ツヤ感があるんですけど、やっぱりちょっとザラザラした感じがあるので、裏側もレジン液をのせていきます。はい、で、表面もレジン液の方ものせていきます。で、リボンを乗せて再度硬化して出来上がりになります。ちょっと失敗して巻くとリボンの間の隙間がなくなってしまって、ボールチェーンが通る間がなくなってしまったんですけども、結果的に可愛くできたので良かったかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、今回も長い小時間お付き合いくださいましてありがとうございます。いとこでした。